はい、どうもトッシーです。ということで今回はファイティングバイパーズセガサターン VS プレステ3比べていきたいと思います。1995年セガからアーケードゲームとして稼働した 3D 格闘ゲームファイティングバイパーズ。世界観はねバーチャーファイターと違ってねコミカルな世界観のゲームでございます。アーマー破壊とかもね派手なのが特徴。セガサターン版1996年8月30日発売、プレステ3XBOX1 2012年11月28日配信開始。今回はねプレステ2版のね2005年4月28日に発売されたのはなしで2機種で比べてみたいと思います。それではスタート。はい、オープニングいきましょう。まずはセガサターン版ファイティングバイパーズ、1996年8月30日発売。オリジナルなオープニングなんですよね、このオープニングは。あのアーケード版、まあ、次見てもらったら分かりますけど、アーケード版とは違うオープニングが楽しめます。まずはセガサターン版のオープニングをお楽しみください。続いてプレステ3。プレステ3版はね Xbox 360版とね2012年11月28日配信開始になりました。今でもプレステ3でねあのダウンロード購入できます。こちらはアーケード版を忠実に再現されたファイティングバイパーズ。アーケード版楽しみたい、綺麗な画像で楽しみたいということは、ぜひプレステ3版をダウンロードください。はい、ほじゃ戦闘いきましょう。キャラはこんな感じ。ほじゃバン、やっぱりバンを使わないとね。ロードがやっぱりねセガサターン版は少し長い長いでございます。さあ見てもらいましょう。でも当時やっぱりねバーチャファイターとは違ってこうなんかこう荒くれ者たち、ラストブロンクスで良かったです。あれと一緒でこうなんかねこうやちょっとポップな感じ。バーチャファイターって本格的な格闘技みたいな、格闘家たちの戦いみたいな感じなんですけど、これはちょっとアウトロー的なねニュアンスもあってかっこよかったです。とほら鉄弾砲とかね、はい、柵とかあってこう総合格闘技みたいな感じ。いや負けそう。じゃあ しばしお前ワオ勝っちゃった。はい、何も男は何も喋らない。ロードはこんな感じでございます。間のロードもねしっかりあります。ラウンド2、やっぱりあのこう背景、まあこの後あの比べてもらうんですが、背景とかそういう方もちょっと注意してご覧ください。アーマー破壊、これがアーマー破壊。そしてパーフェクト、アーマー破壊からのパーフェクト。はい、バン勝ちました。引き続きプレステ3版 HD リマスターになってすごく綺麗になって戻ってきました。アーケードの忠実移植、すごい床までねすごく綺麗にあの表現されております。ほら行ってまよぞ、ほら、まあすごい、あ痛い、バンバンバン、アッパーされた。はいはいはい、そうそう、壁にぶち当てながらやるのもこのファイティングバイパーズの醍醐味ですよね。でバンね実はね苦手、うわ痛、苦手なんですよ。
あのバーチャファイターとかでラウを使っている感じなんで、あの結構単発系でも鉄拳はポールなんですよね、不思議と。はい、次行きましょう。ロードは短めです、かなり短いです、正直。あ、トロフィー取りました。おー、すげえすげえ、つえ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 、いきなりつえ、ほい、続けられない、おいおい、あーあー外れた、うん、にゃん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 、勝ちました。なんとかなんとか一緒、何勝とか一緒。はい、でもやっぱりね、動きもすごい滑らかだし、あの後ろのバックを見てもらったら分かるんですけど、バックもすごい細かくね、綺麗に描かれております。やっぱりセガサターンの限界だったんでしょうね。やっぱりプレス3ならこんだけ違うぜみたいな感じになっておりますよね。すごくこうポリゴンもね、ちゃんとポリゴンっぽい、うわ、いや、アーマー破壊されちゃった。すごく綺麗な、エフェクトも綺麗にかかっております。うわー、やられた。ということで両方見比べてみてくださいな。はい、バーン。もう後からプレステ3選んだのに、このロードの時間の差ひどいよね。ちなみに今、プレステ3で800円ぐらいかな。 XBOX360 版だと多分 XBOX1 でもプレイできると思います。こうやって見比べたら全然あの背景とかも全然違いますよ、細かさが。はい、プレス3は次の、ね、戦闘に行きました。やはりこのロードの時間がね、あれですよね、やっぱりセガサタン版はネックとなっておりますわ。そう、この色合いのさ、発色がやっぱりプレステ3がすごく綺麗。はい、プレステ3版負けました。はい、アーマー破壊されて、はい、セガサタン版勝利、そしてプレステ3版は負けるんですよね。で、私のアイキャラピッキーでございます。とりあえずセガサタン版から見ていきましょう。ピッキー、ピッキーのこのスケボーでね、殴るっていうのがいいですよね。で、このペプシって後ろに書いてあるのが、やっぱりこうペプシマンが隠しキャラで使えるぜっていう感じの、こう彷彿おかしいな、そんな感じのゲーム。はい、もう音までちょっといい。はい、スケボーで殴る、おっしゃ。このなんかほんと近未来のこう荒くれ者たち、不良たちみたいな感じの世界観がやっぱり素敵ですよね。で、比べてください、ピッキーを比べてみる。なんかスピードもなんかセガサタン版ちょっと遅いんではないのかなっていう、そんな感じも見受けられます。まあでも面白かった、当時すごくハマりましたよ。ファイティングバイパーズ買ってすぐぐらいかな、ファイターズメガミックス、あれが出て、あれをすごくやる。ということで今回はファイティングバイパーズをセガサタン版とプレステ3版比べてみました。よろしければコメント高評価よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。それではバイチャー。